今日はね、マジでスペシャルな回になるんじゃないかな。ここに世界選手権金メダリストがいるんですけど、本当に体操のスペシャリストで、前回アクロバットがめちゃめちゃ好評で、なんかやっぱ俺筋トレじゃねえんかなみたいなちょっと思ってきたんだけど、まあ、今日は本当にあの体操時代に戻ったつもりでずっと練習してたんで、同級生として4年間久しぶりに体操をね一緒に練習したいなとピースじゃない素人か。こんにちはテレビ出てたでしょうが。ストレッチしながら、まあなんかどんなストレッチしてんのかとか。どんなストレッチ、体操練習前。そう、俺もさ一応その舞台に出てたからさ、うん、その自分のルーティンみたいなあるじゃん、うん、どういうストレッチとか何を意識してウォーミングアップしてベストパフォーマンスしてたか。はいはい、これあんましてなかった方だよ。そうだね、ゴロ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 携帯で来て練習に入る。あそれなんでストレッチはもう分かんないんだよね、やり方が。なんか本当にね、適当だもんね。適当ですね。足首、膝、腰、この辺伸ばしておけば、まあ怪我しないよいやいや、天才の発言だよそれ本当に天才なの、マジで超天才で、努力もめちゃめちゃ人一倍してるんだろうけどでもなんかさ、怪我しない選手だったじゃん。そうだ、ね、割と、その大怪我というか、うん、そうだね、細かい怪我はあったけど、それはなんか何、何ある。危ないと思ったらやめるよね違うよ、みんな人はさ、違うよ、人は危ないって思った時も遅いんだよ危ねえってなったらもう怪我しちゃってるから綺麗に落ちる、落ち方。あ、だからまあ受け身の取り方とか、そうそうそう、あ、失敗の仕方か。失敗の仕方、失敗の仕方は大事だよね。体操を教えてるんだよね、今子供たちに。バク転ができるようになりたい。え、多いのは何、やっぱバク転。やっぱ幼稚園は坂あるバク転、鉄棒とバク転系か。そうだ、跳び箱は意外と少ない。へぇ、全然ストレッチしないじゃん。してるよ。ほんとしてる十分だよ。柔らかいね、さすがに。まだ柔らかい。ちょっと一回さ、上脱いでみてよ。あー、なるほどね。細くなったね。いや、全然違うよ、一回りぐらい。一回り細くなってる。筋肉で4キロぐらい落ちてんじゃない。もう一般人にどんどん近づいてる。でも、世界選手権でさ、種目別出たんだっけ。いや、種目別出た。まあでも日本でずっと2番で。ずっと2番でも国際試合とかでは優勝してたりするでしょ。そうだね、大学生のオリンピックでは優勝してました、ね。何これみたいになる何この技ってなるよね、絶対。まあそうなれるように頑張る、こう見せれる、まあ、怪我だけしないよね、そうしながら。こいつはあの、高校生の時にこいつの被害に遭ったあの後輩たちよ昔話ありませんか。昔話、昔話言えないな言えない話。本当ね、何昔話どうぞっていうから、昔話聞こうかなと思って。何どんな話。純太は悪いこといっぱいしたよなってよく遊んだんだよね。じゃあ遊んだ、学生の頃っていうか。その時遊びましたね。そうだね、もうずっと一緒、寝る時以外ずっと一緒なの。もう彼女かって思うぐらいもうずっと一緒こいつ最低だからね、本当本当に。で俺ばっかりなかなかないかも。その俺のチャンネルでさ、俺のこと知ってるさ人ってさ、一番古くてその山沢さんって人もさ、俺の学生時代とか体操選手時代を知らないからさ、うん、本当の意味で俺がちょっと大人になった時からの俺しか知らないっていうか、なんかそういうそういう時代もあったんだよっていうのはやっぱあるよね。これ硬さはどう。中外としたらこんぐらいがちょうどいいんじゃない。あ、ジャンプだと硬い気がする。 OK、 あー、うまいわ。ウォーミングアップがあったら着地止め、その名の通りなんだけど走ってて技をやって同じ技でこう着地を止めて、止まったら次の難しい技に進んでいって、最終的なゴール先にたどり着いた方が勝ちみたいな。3回目ぐらい次までやる。まあ1回ちょっとやってみるちょっと待って全然こんなに全然上手いな。超久々なんだけど。いけるかな。うわ、さすがだわ、すげえ。おい、なんかやっぱごつい感すげえ、なんか変な感じするわ。選手うそ、うん、大きく回ってる。あ、ほんと。うまい。引退してどんぐらいよ、なんか2年経たないぐらいかな。そっか、じゃあ、まあ、まだ全然だ。あ、そうだ。おい、いいじゃん、うまいよ。うまい、どうでしょう。一発すげえ。自信むずいんだよ。伸身宙返りってさ、難しいんだよ、着地止めるのが一番。あ、惜しかった、今の惜しい全然勝てない。
10回ぐらい止まんねえから、ね、うわっすげえうめえ楽勝よ、ムカつくなあ。まあまあまあ半分はね、まあまあまあね。競技用のトランポリンでめちゃめちゃビャーンって飛んで難しい技して着地止める練習、まあ練習の一環だけど遊びだよね。でジュースかけてやったりとかなんかあるんだよね。大学の近くってさ定食屋とかあるじゃん。で定食屋行って今日の晩飯おごりとかでかいんだよ。でかいでかい。なんか700円ぐらいなんだけど学生の700円ってさでかいじゃん。めちゃめちゃ入りたてだし大学そうそこそこ落ち込むんだよ。そこそこ落ち込む。一番最後の技じゃん。最後の技10技あるんだけど10個技やって難しい技最後の締めで今のそう最後の最後に1分ぐらいもう本気で動きまくった後に最後今のをやって着地が止まるか止まらないかで優勝か準優勝か、うん、それとも予選落ちかみたいな感じになるじゃん、うん、それを止める選手だったからやっぱ出てたね。それが今日はもういいとこ全部持っててください1回3回とかやりたいんだよ。無理だな。さすがに無理。じゃあ俺がねちょっとやってみて。一回三回すごいな。もうちょい抜いていい。こうか。うまい。うまいよね。全然うまい。マジ？うん、おお。あ惜しい。ちょっとミスった。そうナオトに教えてもらって超うまい。めっちゃ似てるんだよ。そう。だから感謝なんだけど。なる。おお。あ、惜しい。惜しい。ちょっとさ、2回か迷ったの。今のは1回と2回半やりたかったんだけど、2回ひねりとちょっとになっちゃったんだけど、本当はこっちも1着地したら、まあそこそこな大技。僕はトーマスはもう一番得意なんで、もう超簡単。楽です。ノート。それは多分日本で一番の。おお。これは張り合ってますよ。これはすごい。よっしゃ、来た。マジでうめえ。
今回練馬に立ち上げたバク転ジムフィット、習得したいアクロバット技を各分野のプロがマンツーマンで年齢問わず最短ルートで教えます。今年こそは体を変えたいそこのあなた、健康的な体から動ける機能的ボディまで個人の目的に寄り添い、なりたい体へ全力サポート。個別カウンセリング付きだから安心、トップ選手の指導付きだから大会出場も目指せます。あなたの目標を練馬で現実に、スタッフ一同心よりお待ちしてます。